日本標準時、日本標準時、日本標準時、略語、JST は、国立研究開発法人情報通信研究、機構の原子時計で生成、供給される、協定世界時、アトック奥時間、統計135度分の時差進めた時刻、すなちアトックプラス9をもって、日本における、標準時としたものである。同気候が決定するアトックは、アトック、ニクトと称され、 国際度量行局が決定する協定世界時、アトックとの差がプラスマイナス10ナノ秒以内を目標として静止管理されている。俗に日本時間とも呼ばれる。情報通信研究機構が通報する標準時は日本全国で日本放送協会、NHK などの放送局や NTT117 の時報に用いられている。一方、中央標準時、中、 王標準時、略語、JCST は、大学共同利用機関法人自然科学、研究機構国立天文台が決定し、現実の信号として示す時刻で、水卓 VLBI 観測所の天文保持室で、セシウム原子時計が運転されている。なお、国立天文台が編纂する、理科年表では、中央標準時について、中央標準時イコール協定世界時プラス九と、 している。日本標準時、JST と協定世界時、アトックとの差を示す場合などには、12時31分40秒、アトックプラス0900、日本標準時で12時31分40秒の場合などと表記される。日本における標準時に関する法令は十分に整理されておらず、法令上、標準時と中央標準時という名称は現れるが、 日本標準時という名称は現れない。日本国の法令では、標準時の定義について、統計135度の四五線の時をもって、日本における一般の標準時と定め、その標準時を中央標準時と称すること以外に、具体的な定めはない。ただし、標準電波の発射及び標準時の通報に関しては、総務省情報通信国際戦略局技術政策課が、 その事務を司る。この所証事務は、旧電気通信省から、旧電波管理委員会、旧郵政省を経て、総務省に引き継がれている。さらに、郵政大臣、総務大臣の前身が法令に基づいて発した、郵政省告示により、標準電波で通報される。標準時は、協定世界時を9時間進めた時刻とされる。この定めは、1971年。 昭和46年の郵政省、告示、1972年、昭和47年1月1日施行からである。なお、独立行政法人情報通信研究機構は、法令と告示に基づいて、標準電波を発射し、及び標準時を通報する業務を行う。また、中央標準時の決定及び現時に関しては、大学共同利用機関法人自然科学、 研究機構国立天文台がその事務を目的の一部として設置されている。この設置目的は1955年、昭和30年に改正された旧東京大学東京天文台の目的から引き継がれている。したがって中央標準値は法令に基づいて国立天文台が中央標準値として決定及び現時する時刻と言える。 情報通信研究機構が通報する標準時と国立天文台が決定及び現実する中央標準時との関係についてはどちらの機関も国際原子時の作成に寄与する原子時計を運転しそれらの時計で決定する協定世界時アトック9時間をそれぞれ標準時中央標準時としているがいかに不確かさが小さい正確度と精度に優れた時計であっても 同一の時計ではないので完全に時刻が一致することはない。これについて情報通信研究機構を所管する総務省と国立天文台を所管する文部科学省は共同告示により情報通信研究機構が通報する標準時については国立天文台の決定する中央標準時によりその偏差を算出しこれを情報通信研究機構において公表すると している。なお、過去の関係やその経緯については、標準時の通報の歴史を参照。2018年現在、法令に基づき、JST に1時間を加えた、タイムゾーンを採用する夏時間、サマータイムは実施されていない。ただし、過去には、1948年から1951年、5月、1949年のみ4月。 1> 第1土曜日から9月第2土曜日までの間、家事国法に基づき、サマータイムが施行されていた。なお、2004年から2006年、2006年で終了の7月から8月に、北海道札幌市で施行さるいわゆる、北海道サマータイムは、標準時を変えずに始業、就業時刻を1時間早める試みで、通常の意味での夏時間ではない。以下の標準時は、日本標準時。 JST と同じく協定世界時、アトックを9時間進めた標準時である。ただし厳密には基準とする原子時計が異なるため、体感できないほどわずかな不確かさ、誤差がある。日本の標準時に関して初めて制定された法令は、明治19年直令第51号、1886年、明治19年7月13日交付である。 この直例では、グリニチ天文台四五義の中心を通る四五線、グリニチ馬線を本書四五線、軽度零度とし、東西それぞれ180度で、東を正、西をふとして表すことを定めた上、統計135度、GMT プラス9、00の時刻を日本の標準時、本邦一般の標準時と規定した。この、 日本の標準時に関する部分は1888年、明治21年1月1日から適用された。その後、明治28年直霊第167号、1895年、明治28年12月28日交付、1896年、明治29年1月1日施行が制定され、第1条において、 統計135度の標準時の故障を中央標準時と第2条において統計120度 GMT プラス800の時刻を西部標準時とそれぞれ規定した。後者は八重山列島、宮古列島と日本統治下の台湾、宝庫諸島に適用された。中央標準時と西部標準時との時差は1時間であった。この 二つの日本時間は41年余り続いたが、昭和12年直例第529号、1937年、昭和12年9月25日交付、同年10月1日施行という改正直例により、前の明治28年直例第167号の第2条、西部標準時に関する条の条文が削除され、再び日本の標準時は一つとなった。なお、 この改正では、第1条、中央標準時に関する条については改正されな、た,ため、中央標準時との呼称は維持された。西部標準時が、年半ば、9月で廃止された理由は、台湾及び、宝庫諸島並びに八重山及び、宮古列島において、政治、経済、交通その他諸般の点に鑑み中央標準時による、必要があることによるとされる。 1954年、昭和29年頃、中央標準時の中央を除くことや明治以来の時、関連の法令改正案が検討されていたようだが、日の目を見ることはなかった。この二つの直例は、現在も、政令として有効であり、文部科学省の書簡、中央標準時が、日本の標準時の法令上の正式名称とされる。現行法上、 長期直例以外にも、電波法施行規則、無線局運用規則や、国立大学法人法施行規則において、用いられている。ちなみに、この改正が行われた当時は、本土の標準時とは別に、1920年ベルサイユ、条約、パリ協定で、日本の委任当治領となった、南洋諸島の標準時が1919 19年2月1日より、 施行されており、南洋軍島東部標準時が、日本の中央標準時プラス2時間、南洋軍島中部標準時で、日本の中央標準時プラス1時間、南洋軍島西部標準時は、日本の中央標準時と同じであった。1937年に、南洋軍島西部標準時、南洋軍島東部標準時の二つに再編している。百四十五年の敗戦による、 統治県の放棄により廃止した。かつては兵庫県赤市市を通る統計135度の死後線における地方平均対応時と定義されていた。死後線上にある赤市立天文科学館では日本標準時を刻む大きな時計が設置されている。1978年に設置された2代目の時計は1995年の阪神・淡路大震災で破損し、 停止してしまったため、撤去されて、神戸学院大学で展示されている。現在設置されているオード系は3代目であり、ハットリ成功からの寄贈である。フリーブスドなど一部のユニックス系 OS では、1999年初頭まで、インストール時にタイムゾーンとして、ジャパンを選択すると、選択肢として、モストローケーションスと、サウスキュイロンズの2つの選択肢が現れ、 サウスリュキュアイロンズを選ぶと、タイムゾーンとして、西部標準時、アトックプラス8が設定される問題が存在した。これはこれらの OS が、タイムゾーン設定の元データとして利用している、とに誤って、西部標準時に関するデータが含まれていたためである。これの元は、ザインターナショナルアトラス、サードエディション、トーマス・ G シャンクス、1991年という文献において、 西部標準時が、現在も石垣市を含む地域で使用されている、胸の誤った記載が行われていることが原因であった。このことが、雑誌、ユニックスユーザー、ソフトバンクで取り上げられた結果、1999年には、津田田から西部標準時が削除され、その後のバージョンでは、サウスリュキュアイロンズという選択肢は名なった。2006年4月1日にリリースされた。 エイプリルフール版のフリーブースド2 2旧リリースでは、このバグがわざと残されている。標準時の通報や、有線、無線法時に関する歴史は次の年表の経過をたどる。ニクトが運用する小金井局の12台のセシウム原子時計の時刻を1日1回平均合成することによって、協定世界時、アトックを生成し、これを9時間進めたものが、日本標準時。 JST となる。なお、この協定世界時、アトックは、国際度量公局、VIVM が決定する協定世界時、アトックとの差がプラスマイナス5ノ秒以上にならないように決定される。このようにして決定された日本標準時、JST は、標準電波、JAZY や NTP サーバ、電話回線を通じて供給されている、参考、国立天文台。 産業技術総合研究所軽量研究所2006年2月7日からセシウム原子時計に加えて水素メーザー原子時計を使用することなどにより協定世界時アトックとの時刻同期精度がプラスマイナス50、ノ秒以内からプラスマイナス10、ノ秒以内に向上したさらにセシウム原子時計や水素メーザー原子時計を3、系統に分けて総合比較 データ合成を行うことで信頼性の向上並びに、日本標準時、ジャジーの上調化に寄与している。さらに、2018年6月10日から、日本標準時の上調化を目的に、神戸の未来 ICT 研究所内に分散局として、神戸副局を設置した。また、大高戸や山送信所、鋼山送信所の原子時計も、分散局として、 人工衛星を仲介した3つの分散局データを合成して日本標準時 JST をバックアップ供給する体制に移行した。神戸副局にはセシウム原子時計 CS5 台と水素メーザー2台及び送信所との高精度母止時刻、比較システムなど日本標準時生成に必要な基本機能を備え、小金井本部と並行して常時合成減指示、神戸時計を生成する。 また、本部の供給サービスがダウンした場合に備え、小金井本部同様に日本標準時を供給できるようにするほか、NTP サーバー及び光テレフォンジャジーシステムのバックアップ、標準電波送信書の周波数調整機能を整備しているという。今後は、小金井と神戸両局の相互比較、データ合成を行うことで、さらに精度向上に寄与するほか、 神戸副局からも日本標準時が供給できる体制が取れるようになるという。日本標準時、JST を国内外に広く供給するために、情報通信研究機構は、標準電波を発信している。この波により送信されている、周波数の標準と標準時の信号は、国家標準である、セシウムビーム型原子周波数標準器や、水素メーザ型、 実用セシウムビーム型原子時計群を用いたものより高い精度に保たれている。なお、標準電波の発信は電離層の影響を受けにくい超波を使用しているため、24時間の周波数比較平均値では一重の精度を得られると発表されている。1999年6月10日に大高戸や山標準電波送信所、福島県田村市宮古寺町大洋町谷山が 開局した。しかし、九州沖縄方面では受信しにくい現象が起こる。などで、日本全国をカバーできなかっため、2001年10月1日には、佐賀県佐賀市富士町の鋼山に、鋼山標準電波送信書を開局し、これにより、日本国内の広い範囲で、標準電波が受信ができるようになった。小金井局、神戸副局で作成した日本標準時の情報は、 大高度や山送信所、鋼山送信所の原子時計の遠隔監視、時間比較により、日本標準時供給の精度維持に活用される。いわゆる電波時計は、この標準電波を受信し、自動で時刻を合わせる時計である。情報通信研究機構は、インターネット経由で時刻同期を可能とするため、NTP サーバーによる時刻情報提供サービスを2006年から、 提供している。NTP サーバーのアドレスは n t p n i c t j p である。通常は NTP サーバーの処理能力の限界を考慮し、原子時計などに直結された NTP サーバーを一般ユーザーが直接利用すべきではないとされているが、このサーバーは毎秒100万リクエスト以上の処理能力を持ち、日本標準時に直結でありながら一般ユーザーが 直接利用して構わないとしている。下記に示されているアトックプラス9の値を JST へ読み替えれば換算できる。2013年5月22日、猪瀬直樹東京都知事、当時は日本標準時を2時間を早める、イコールアトックプラス11提案を産業競争力会議にて出した。東京の金融市場の開始を早めることで、 東京市場の存在感を高めるの狙いとされている。政府はこの提案を検討するとしている。もっともその後、この提案について具体的に話し合われた様子はない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。